ハッティズバーグは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南部、フォレスト軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2000年国勢調査での人口は44,779人であり、一時期5万人を超えていたが、2005年に、ハリケーンカトリーナに襲われた後は、減少に転じた。2010年国勢調査では45,989人となっており、 州内第四位である。近年、ラマー軍東部を併合することで拡大してきた。フォレスト軍、ラマー軍及び、ペリー軍にまたがる、ハッティズバーグ都市圏の主要都市である。ハッティズバーグは1882年に製材業者で、土木技師でもあったウィリアム・エイチ・ハーディによって設立され、町の名前は、ハーディの妻・ハッティにちなんで名付けられた。2年後には、人口400人となり、 自治体になった。ハッティズバーグの人口は当初製材と鉄道産業の中心として拡大し、そのことから中軸の都市というあだ名ももらった。現在は経済も多様化し、ミシシッピ州南部の中心にあって、周辺も強力なために地域に新しい人口を呼び込んでいる。ハッティズバーグには南ミシシッピ大学及びウィリアム・ケリー大学がある。 市の南部には、ミシシッピ側より東では、最大の周辺訓練基地である、キャンプシェルビーがある。ハッティズバーグは、リーフ側とブーイ側が分岐するところにあり、1862年に土木技師のウィリアム・ H. ハーディ大尉によって設立された。この地域の初期開拓者は、ジョージア州や両カロライナ州に移民してきた、スコットランド人、アイルランド人及び、 イングランド人の子孫であり、松材が豊富な未開の大地に引き付けられてきていた。ハッティズバーグは1884年に人口400人で自治体になった。当初はツインフォークス、後にはゴードンビルと呼ばれていた。最後はハーディが妻のハッティにちなんでハッティズバーグと名付けた。1884年にはまた。 サザン鉄道と呼ばれた鉄道がメリディアンからハッティズバーグを通ってニューオーリンズまで建設された。現在はイリノイセントラルシステムの一部になっているガルフシップアイランド鉄道がガルフポートからハッティズバーグを通ってジャクソンまで開通し1987年には木材ブームが起こった。鉄道は開通までに20年以上を要したが期待以上の効果をもたらした。 水深の深い港湾ができ、沿線人口は2倍以上になり、ガルフポートの町が建設され、ハッティズバーグが鉄道の中心になった。1912年、地元の新聞がハッティズバーグを中軸の都市と呼んだことから、これがあだ名になった。これは、ハッティズバーグが何本もの重要な鉄道線が通り、中継していることから来ていた。その後アメリカ国道49号線、 同98号線及び同11号線。さらに後には、週間高速道路59号線が通ったので、主要道路の中継点にもなった。ハッティズバーグは、州都ジャクソンから100マイル足らず南にあり、州のメキシコ湾岸、ニューオーリンズ及びアラバマ州モービルからも似たような距離にあって、その中央に位置している。ハッティズバーグ周辺の地域は、 冷戦時の核開発競争に巻き込まれた。1960年代、二つの核爆弾が、ハッティズバーグの約28マイル南西、ランバートン近くの岩塩ドームで爆発された。環境保護庁が行ったその後の調査でも、人体に影響するような放射能汚染のレベルを公表していない。20世紀を通じてハッティズバーグは、キャンプシェルビー、二つの総合病院、 および南ミシシッピ大学とウィリアム・ケーリー大学という二つの大学の設立から恩恵を受けてきた。ハッティズバーグ、フォレスト軍およびラマー軍を含む都市圏は1994年に都市圏人口が10万人を超えた時に統計上都市圏に指定された。ハッティズバーグは海岸から約75マイル内陸にあるが2005年のハリケーンカトリーナの時は 大きな被害を受けた。地域内1万個ほどの建造物が何らかの被害を受けた。市内道路の約80%は倒木で塞がれ、電力は最大14日間止まった。ハッティズバーグとその周辺で死者24人を出した。ハリケーンカトリーナの被害が甚大だったルイジアナ州やミシシッピ州の海岸から一時的退避者や住み替えを 求めてきた人々が市内に多く入り混乱を招いた。ハッティズバーグ警察署は、連邦政府の認定法執行機関として、ミシシッピ州では初めて、かつこの10年間では唯一認定された署である。独自の訓練学校を持っており、伝統的に途中退学者が50%以上も出る、国内でも最も難しい学校の一つになっている。カンパー公園にある、 ハッティズバーグ動物園は長年観光客に親しまれるものになっている。ハッティズバーグとパーマーズクロッシングというアフリカ系アメリカ人の未編入地域は1960年代の公民権運動で重要な役割を果たした。1959年朝鮮戦争に従軍した黒人兵、クライドケナードが 当時白人しか受け入れていなかったミシシッピサザンカレッジに入学願書を提出した。彼は人種を理由に入学を拒否され、それでも入学に固執すると、ミシシッピ州試験委員会は、彼が犯罪を企てているとでっち上げ、ミシシッピ刑務所で7年間の懲役を言い渡した。全米国人地位工場協会の指導者、メドガー・エバーズ、バーノン・ダーマーなど、 フォレスト軍の公民権運動家たちが、この判決を覆そうと戦った。ハッティズバーグ中心街の郵便局、フォレスト軍選挙人登録官のセロンリンドが、黒人の有権者登録を妨害していた。この頃人口の30%は黒人だったが、そのうち投票権を持っているのは1%未満であり、一方白人は100%近くが登録されていた。 1961年、アメリカ合衆国司法省がリンドを告発し、リンドは体系的にアフリカ系アメリカ人の選挙権を妨害していた過度で1957年、公民権法の下で有罪とされた最初の南部選挙人登録官となった。1962年、学生非暴力協同委員会が連邦組織協議会の援護でハッティズバーグでは、 最初の選挙権登録計画を始めた。1964年までにデルタミニストリーという組織が市内で活動していた。全米国人地位向上協会や地元の公民権、運動指導者との協業により、フォレスト軍有権者同盟を結成した。1963年の選挙に関連して、公民権運動指導者たちは、州全体に広がる。 選挙権差別とミシシッピ州の黒人が完全な市民権を求める強い願望を持っていることの双方を示す模擬選挙自由投票を州全体で組織した。これには肉体的にも経済的にも大きな危険性があったがフォレスト軍国人のほぼ半分が参加し州内でも投票率が最高になった。1964年1月21日 この日は、学生時運動者や50人の北部新職者に支えられて、有権者登録運動の大きな節目である、ハッティズバーグの自由の日だった。レコンストラクション時代以来初めて、選挙権のための人種にまたがる抗議が、裁判所にピケを貼っても逮捕されることなく、行われた。およそ100人のアフリカ系アメリカ人が有権者、登録しようとしたが、 裁判所に入ることを許された者は少数であり、さらに少数が有権者名簿に登録された。その後何ヶ月間も毎日、裁判所での抗議が続けられ、果てしないピケと呼ばれるようになった。1964年の自由の夏の間、ハッティズバーグとパーマーズクロッシングのプロジェクトは、ミシシッピ州連邦会員第5選挙区における公民権運動すべての本部となり、 90人以上の志願者や3000人の地元参加者がいて、州内でも最も活動的なところになった。フォレスト軍黒人数百人が裁判所で有権者登録をしようとしたが、大半は妨害された。ハッティズバーグとパーマーズクロッシングの7つある自由学校の一つに650人以上の子供と大人が出席し、3つの自由図書館は、 寄付図書で立ち上げられ、地域センターが設立された。多くの白人は黒人による公民権運動に反対し、夏の志願者や地元、アフリカ系アメリカ人は逮捕、王だ、各種及び追い出しに耐えた。フォレスト軍はミシシッピ州自由民主党の活動中心でもあり、アトランティックシティで開催された民主党大会に代議員団を派遣して、 アフリカ系アメリカ人が参加できなかった予備選挙で規制政党によって選挙されたすべてが白人で人種分離賛成の大議員団に挑戦した。パーマーズ・クロッシングのビクトリア・ジャクソン・グレーはミシシッピ州自由民主党公認で現職上院議員のジョン・シース・テニスに対決し、ハッティズバーグのジョン・キャメロンは第5選挙区の下院議員選挙に出馬した。 黒人が投票できない状況では当選できないことが分かっていたが、立候補と選挙戦が投票権を求める戦いを前進させた。1966年1月10日夜、クークラックスクランの白騎士団がハッティズバーグにあった、全米黒人地位工場協会の指導者、バーノン・ダーマーの自宅を爆弾と銃で襲った。ダーマーは、軍内で最も著名な黒人指導者であり、 長年公民権運動の主たる指導者だった。攻撃の直前にダーマーは、貧しい黒人に、有権者登録税の2ドルを渡すと宣言していた。ダーマーは、妻とまだ若い3人の子供たちさらに年長のおばにも、ライフルを渡して、クランの攻撃を持ちこたえさせ燃える家から脱出する、時間を稼いだが、翌日火傷と煙の吸入が元で死んだ。 ダーマーが殺されたことでハッティズバーグでは大きな抗議行進が起こった。クランの多くの者が逮捕され、4人が有罪とされた。4回の裁判が暗証に乗り上げた後の1998年8月、ティーグ、クランのインペリアルウィザード、サミュエル・ボワー,ーズがダーマー暗殺を命令した容疑で有罪になった。ボワー,ーズは終身刑を言い渡された。ベラユニフォームは アメリカ合衆国エネルギー省と国防高等研究計画局が合同で遂行したプロジェクトベラの一要素だった。その目的は地下核実験を探知する手段として地震探査装置を開発することだった。プロジェクトドリブルは2つの核爆発を計画した。サーモンテストは1964年10月22日に行われ5.3キロトンの威力だった。 スターリングテストは1966年12月3日に行われ380トンの規模だった。これらはハッティズバーグとバービスの地域の南西タトゥムガイエンドームの中で行われた。ハッティズバーグの公共教育はハッティズバーグ自治体分離教育学区が管轄し幼稚園生から12年生までを見ている。 高校は7校、オールターナティブスクールが1校、中学が2校、小学校が10校ある。他に、私立学校が6校ある。ハッティズバーグには、高等教育機関が2つある。公立の南ミシシッピ大学と私立のバプテスト教会系、ウィリアム・ケーリー大学である。両校ともよそにキャンパスを持っている。南ミシシッピ大学は、ロングビーチに、 ウィリアム・ケリー大学は、ガルフポートとニューオーリンズに、キャンパスがある。ハッティズバーグは、北緯31度18分57秒、整形89度18分31秒、北緯31.31583度、整形89.30861度、31.31583-89.30861に位置する。その領域の大半は、フォレスト郡内にある。 西部の小さな領域がラマー郡内にある。これは、週間高速道路59号線の東に細く伸びた土地であり、もう一つウェストハッティズバーグに不規則に伸びた土地である。2000年国勢調査時点では、市内人口4万4779人のうち 42, 4万2475人が、フォレスト郡内に、2304人がラマー郡内に住んでいた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は49.7平方マイル、このうち陸地は49.3平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は0.83%である。ハッティズバーグは温暖湿潤気候にあり、短く温暖な冬と暑く湿潤な夏がある。降雪はごく稀なことだが、 2008年12月11日に、ハッティズバーグ周辺は3内市5インチ、7.5内市12.5センチメートルの降雪があった。アメリカ合衆国南部のすべてに当てはまることだが、特に春には、激しい雷雨に見舞われる。これは、多くの雷と激しい雨を伴い、時として、大粒の氷や竜巻も発生する。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ハッティズバーグは市長、市政委員会方式を採用している。市長は全市を選挙区に選ばれる。市政委員は5人であり、5つの選挙区から各一人が選挙される。ハッティズバーグにはいくつかの全局企業の支社があり、パインベルト地帯で数千の職場を提供している。インターナショナルファイリング社の本社があり、コーラーエンジン社、 コカ・コーラボトリング社の死者がある。サンビーム社やキンバリー・クラーク社はハッティズバーグで製造を行っていた。CNN によればハッティズバーグは成長する。事業都市トップ25に入っている。市内で聴取できる。FM ラジオ局は17局、AM ラジオ局は4局ある。視聴可能なテレビ局は4局ある。日刊誌としてはハッティズバーグアメリカン。 週刊コミュニティ新聞として、ラマータイムズ、ペタルの週刊新聞として、ペタルニューズがある。アムトラックの列車クレセント号が、ハッティズバーグとニューヨーク市、フィラデルフィア、ボルティモア、ワシントン DC、シャーロット、アトランタ、バーミングハム及び、ニューオーリンズとをつないでいる。アムトラックのハッティズバーグ駅は、ニューマン通り308にある。 鉄道貨物輸送は3つの一級鉄道会社が受け負っている。カナディアンナショナル鉄道は、ジャクソンとモービルまで、カンザスシティサザン鉄道は、ガルフポートまで、ノーフォークサザン鉄道は、メリディアンとニューオーリンズまでを結んでいる。ハッティズバーグ市は独自の大量輸送機関である、ハブシティトランジットを所有し運営している。ハブシティトランジットは、毎日主要大通りを通る。 定期便を走らせている。中心街のインターモーダル駅はアムトラックにもハブシティ、トランジットにも使われている。市内の乗降客数が増えたために、郊外のオークグローブやペタルへのバス便を含め、現在は経路を増やすことを計画している。ハッティズバーグローレル地域空港は、ハッティズバーグ北東に位置し、テネシー州メンフィスとの間に毎日定期便が、就航している。 またこの空港は、敷地内に18ホールのゴルフコーストビジネスパークも、ある。ハッティズバーグ市は、ハッティズバーグフォレスト郡産業パーク内に、ハッティズバーグボビーエルチェーン市民空港を、運営している。市内中心から4マイルにあり、南ミシシッピの大半に、企業用途と、一般用途の航空機発着を可能にしている。ありがとうございます。